はい、しおみんです。ですね、今日お話しするのはですね、ピーチ航空、航空ですね、ピーチ航空がですね、まともやいろいろセールをやってますという情報をお伝えしようかと思って、動画撮っております。先日も僕調べてたんですけど、今日ですね、1月の23日です。このビデオを撮影してるのが、2020年の1月の23日です。123ですね、時点でですね、東京大阪から、ソウル台湾へのゼロ泊弾丸スペシャルツアー、ツアーじゃないですね、航空券みたいなのを発表しております。海外往復7600円からということになってます。それでちょっと詳細を見ていくと、東京台北が往復8400円、東京成田、これ羽田から台北ですね、成田から台北が往復7600円から、東京羽田からソウルが、9700円、大阪、関空から台北が7600円から、関空からソウルまでが9200円、このように往復はですね、安いというような、状況でございます。でちょっと詳細を見ていくとですね、これが素晴らしいんですよ。僕すみません、大阪のしか見てないんですけど、大阪台北便が、便名が MM021MM021 ってやつですね、これが行きの台北行きのやつなんですが、出発がですね午前2時30分、夜中の2時30分ですね、でですね、到着が、4時50分朝の4時50分です。で帰りがですね MM030 ってやつでですね、出発がですね22時30分で、関空到着が2時プラス1って書いてありますが、日本時間で3時かなっていう感じです。素晴らしくないですか。ですね、台北に朝の、5時ぐらいに到着して6、7、8、9、10、11、12、1、2、3、4、5、6、7、8何時間や。はい、一回ビデオを止めて計算しました。だいたいですね、滞在時間が、17時間ぐらい、台北の街で、入れるというような感じです。夜中2時に出発ということはですね、イコール、金曜日の夜から出てですね、土曜日だけ、丸一日遊んで、日曜日の朝方帰ってきてですね、日曜日ゆっくりできるみたいな工程も取れるというような状況です。これがですね、今の時期は、第2弾ということになってますんで、どこか、これや、これですね、今ですね、売り出してるのが、販売が1月10日からのやつで、搭乗期間が2月12日から、3月の28日の分が売り出されております。ということでですね、まだまだ僕昨日調べたら、2月はちょっとねもういっぱいっぽかったんですけど、3月の11日以降ぐらいで、この今日時点では、昨日時点では行ってました。ということで僕もこれ弾丸でちょっと行ってこようかなと今ちょっと検討しているところでございます。皆さんもよろしければ、弾丸でですね、1万円ぐらい飛行機賃を払って台北に遊びに行くというようなことはいかがでしょうか。ということでですね、ピーチがですね今、安い航空券を販売しているという、そういうお話でございました。ピーチはね、いろいろとですね、年がら年中いろんなことやってたりするんで、また自分が行きたいと思った時にですね、いろいろ LCC のサイトとか、見てみたらですね、調べてみたら面白いんじゃないかなと思います。ということで、次の動画でもまたお会いしましょう。それでは See you!
最後まで見てもらってありがとう。じゃあね。